神久方、京北都大インターチェンジは、長野県飯田市神久方にある山園、南信自動車道のインターチェンジである。当初は、飯田東インターチェンジの仮称で事業が進められて、いたが、流行 IC- あたり IC 間の開通告知と、共に正式名が発表された。近辺に、縄文、古墳、平安、中世の集落跡である、鬼釜遺跡があり、 工事に関連して2009年と2011年に発掘調査が行われた。2020年5月現在、日本で一番長い名前のインターチェンジである。当インターチェンジの開通までは、日本で一番長い名前のインターチェンジ名は、東九州自動車道、大分農業文化公園インターチェンジであった。ただし、スマートインターチェンジの、スマートまで入れると、東名高速道路の大井川、 やいずふじスマートインターチェンジが最長となる。ありがとうございます。